WBSC プレミア 122019WBSC プレミア 122019WBSC プレミア12は世界野球ソフトボール連盟主催により2019年に開催された野球の国際大会 WBSC プレミア12の第2回大会である。日本では WBSC 世界野球プレミア12とも表記される。本大会は 東京五輪の野球競技の予選も兼ねており、開催国の日本を除いたアジアオセアニア、最上位国の韓国と北、中南米最上位国のメキシコが、出場権を獲得した。参考外当チームの直接対決の、成績外当チームの TQB が大きい順、外当チームの ERTQB が大きい順、外当チームの打率コイントスグループ A グループ B グループ C、 オープニングラウンド各グループの1位と2位がスーパーラウンド進出。オープニングラウンドで当たったチーム同士の試合結果はオープニングラウンドでの結果を持ち越すためスーパーラウンドでは試合を行わない。スーパーラウンドの1位と2位が決勝、3位と4位が3位決定戦進出。ありがとうございます。